朝がる株。本日引き覚えていた材料と週明け月曜に向けた投資情報についてお話しいたします。本日、1270件の決算発表がありました。これは、決算シーズンの中でピークです。本日ピックアップしたのはこの7銘柄です。あと本日をストップやストップ高、そしてデイトレスキャルピングを人気銘柄について、本日はソフトバンクグループについてお話しいたします。あと決算のスケジュールと狙い目、上振れ、情報修正が期待される4銘柄についてお話しさせていただきます。注意点としてはですね、本日1270件も、大量の決算発表がありました。非常にですね、好材料の銘柄が多く、週明け月曜は投資資金が分散される可能性というのが非常に高いです。このため少々のインパクトでは思ったほど上がらない可能性があります。特に引け後に金鉄エクスプレス、こちらが1株4175円で TOB されるという大きな材料も出たものですから、投資資金の分散、インパクト、こういった点は、注意が必要です。まず日東工業です。本日引き後に、50円から177円、3倍強の増配が発表されました。本日の株価は1586円、出来高は58000株。この58000株の出来高に対してほぼ同数の67000株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは4月27日に1473円の最安値、ここですね、をつけていって、3月25日に最高値の1649円をつけてます。ここですね。全体的にはですね、こういったボックスでの動きになっています。ただ気になるのは、本日こういった大きな陽線をつけてます。こちらが今日の、1日の株価の動きのグラフですけれども、急にですね、この辺りからガーッと買われています。こういったことから場中のこの上げ、インサイダーの動きが疑われるんですけれども、ただ、たかが 2% くらいの、上げですので、こういった3倍以上の増配っていうのはまだまだ送り込まれてませんから、さらに上げてくると思われます。次にアクリートです。本日引き後に 51% 1Q だけで持って進んだという発表がなされました。経常利益は 2.7 倍の増益となる見込みです。株価は1154円、出来高は19万株。この19万株に対して約3倍の53万株の、信用概算がある状態です。1年の株価の動きは1月28日に915円、1000円よりももっと下ですから、ここら辺ですね。1月15日、3月30日に1529円、ここですね。こういうふうに上がっていって、今度は落ちてきたっていうところで、ここで底を叩いて上げに転じている、こういうふうなチャートになってます。PER は18倍ですので、あまり気にすることはないかと思います。ずっとこういうふうに下がり続けて反発しかかっているところでの好材料ですので、急騰する可能性が非常に高いと思われます。ただ信用概算がですね、3倍くらいあるという点、下げてきたということで、ここら辺に、しこりがある点っていうのは、注意が必要かと思われます。次に、三井松島ホールディングスです。本日引き後に 72.2% 増益見込みが発表されました。これは3期連続での増益です。合わせて配当も80円から160円に倍増されるという、大きな材料が発表されました。本日の株価は1945円です。出来高は120万株、非常に大きな板です。この120万株の出来高に対して約 1.8 倍の、信用概算が200万株ある状態です。空売りは47万株あります。
1年の株価の動きを見ると、2月の8日に1470円、ここですね、最安値をつけている。最高値は3月7日に2528円、ここですね。PR は 5.27 倍ですので、かなり割安です。全体的にはこういうふうに底を叩いて上げて、また下げてきて、また上げて下げて、上げて下げてのボックス的な動きの底根圏での、ね、での発表です。まあ、ここで底根を叩いて、また上げに転じようとしているところでの、こういった、大きな材料ですので、急騰が期待されるかと思います。次、セカンドサイドアナリティカです。本日引け後に、前期の経常利益が 3.2 倍になるという発表がされました。今期も 73.1% の増益で、これは3期連続での過去最高益になります。本日の株価は1956円、出来高は9万9000株。この9万9000株の出来高に対して約3倍の31万株の信用概算がある状態です。株価の動きは5月12日、まあ、昨日ですけれども、1774円の最安値をつけています。最高値は4月8日に4750円、ここですね。ここから一方的にこう下げてきて、底を叩いたように見えるチャートになっています。セカンドサイドアナリティカに関しては、今年、の2月にまだ上場した、3月に上場したばかりですので、まあ、こういった将来性が期待できる材料というのは大きな、上げへの転換が見込めるのではないかと思われます。次に、西本ウィズテックの、発表がありました。経常利益がですね 90% 以上、情報修正、そして上期の配当が35円から65円へ、下期の配当も35円から60円へ、まあほぼ倍増ですね、増配するという発表がなされました。本日の株価は2474円、出来高は2万1000株、まあほぼ同数くらいの2万2000株の信用概算がある状況です。目を引くのは、空売りが3万2900株あって、貸借倍率が 0.67 倍、まあ、こういった状況ですので、踏み上げも期待できそうな状況だということです。株価の動きは5月12日昨日ですけれども、2348円の最安値をつけている、ここですね。最高値は1月4日3210円、ここら辺からこう落ちてきて、底を叩いたっていう、そういうふうなチャートになってます。PR は 8.8 倍ですので、割安な方ですね。まあ、こういった底を叩いたところで、将来性を期待できる材料ですので、反発してくるのではないかと思われます。次、ポートです。本日、引き上げ 2.1 倍の増益が発表されました。これは4期ぶりの最高益更新です。株価は621円、出来高は16万株。この16万株の出来高に対して約5倍の87万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは昨日、5月12日に、586円の最安値、ここですね、ここをつけている。最高値は1月4日に1469円。ここら辺かなり上ですね。そこから落ちてきて、底を叩いて上げに転じて、また下げてきて底を叩いて上げに転じようとしていたところです。 PR は15倍ですので、さして気にすることはないかと思われます。まあ、こういった底根圏で将来性を期待できる材料ですので、大きく反発してくるのではないかと思われます。次にピアーズです。当初の予測としては 2.1 億円の赤字だったものが 0.4 億円の黒字になるという黒点情報修正がなされました。本日の株価は822円、出来高は83万株、
信用買い残はその4分の1の26万株がある状態です。1年の株価の動きは2月24日の313円、これずっともう底値をだったんですけれども、そこから、以前お伝えしたような話ですけれども、材料によって急騰して、ここで4月14日、1622円の最高値をつけて落ちてきて、またちょっと上げたんですけれども、下げてちょうど落ち着いたあたりの、状況です。こういった急騰からの下げが落ち着いたところでの好材料ですので、再び急騰に転じる可能性が高いかと思われます。ただ落ちてきてた状態ですので、上値でのしこりは注意が必要かなと思われます。次にバードマンです。先ほどのと同じくですね、5300万円の赤字予測だったものが1億8700万円の黒字に浮上するという発表がなされました。本日の株価は1973円、出来高は18万株、この出来高と同じくらいの19万株の、信用改ざんがある状態です。1年の株価の動きは2月24日に、1099円、ここです、あ、ここら辺ですね、1099円、ここら辺ですね、4月21日に最高値を2490円、ここですね、こういったところから少しずつ上げていって、少し上げて、これ以前お伝えした材料で上げたものですけれども、下がってきて、このまま下がることはなく、単に押しただけでもって、また上がって下がって上がって下がって、全体的には順調に上げて押してまた上げるという上昇トレンドの状態です。こういった順調な上げトレンドでの、で押したところでの材料ですので、再び、上げトレンドを取り戻して、順調に伸びていくのではないかと思われます。本日のストップ高です。非常に多いです。10銘柄から出ました。日記ホールディングス、 GMO グローバルサイン、リミックスポイント、アステリア、コアコンセプトテクノロジー、フレクト、ギフティ、ヘンゲ、ベース、東映アニメーション。このうち日記ホールディングスは営業利益が 26% 増えて9円増配するという発表がなされたことによります。 GMO グローバルサインは電子印鑑が好調で、1級だけでもって利益が 68% 増えたという、こういう発表がなされたことによってストップ高をつけております。リミックスポイントは昨日お話しいたしましたけれども、 SBI との資本業務提携、これエネルギーと仮想資産の分野ですね、この発表によってよらずのストップ高になっております。アステリアの方は、営業利益が4倍になったという、こういう発表でストップ高になっております。コアコンセプトは DX の支援と IT 人材調達とも好調で、1期の利益が 2.7 倍になったということでもってストップ高になっております。フレクトは今期の経常が 59% 増えて2期連続の最高益更新ということで、ストップ高になっております。ギフティは1級だけで、年間の進捗 46% に達したということでストップ高になっております。ヘンゲは、年間の進捗を2級だけで 80% 超えてきたということで、交換されております。ベースは、赤字は縮小したということでストップ高になっているというふうになされているんですけれども、これは発表の内容だけを見るとストップ高ほどパワーはないように思えるので、ましてなんじゃないのかなという気もいたします。もう一つ、東映アニメーションは2期連続の最高益で、前期の配当47円増配する、今期もさらに5円増配する、こういった発表が交換されてストップ高になっております。一方はストップ安も4銘柄出ております。日以降、キッズウェルバイオ、エンジャパン、ジャパンエンジン、
日銀については、昨日お話しさせていただきましたけれども、事業再生 DR が昨日報道されて、本日正式に事業再生 DR を申請したということで、ストップ安になってしまいました。これに関してはですね、今後もストップ安続いていくのではないかと思われます。キズウェルバイオ、こちらは10億円に赤字が拡大したということ、さらにはこれでもう16期の連続赤字だということでストップ安になっております。エンジャパン、こちらは、今期の営業見通しが市場の予測を、かなり下回っちゃってしまったことが、ストップ安の要因です。ジャパンエンジンコーポレーションは今期の経常が 23% 減るという発表がなされたことによってストップ安になっております。あと気になる発表がなされていて、 DDS の方、こちらは子会社化した MMT と、子会社化する前の会計処理について、適切に処理されていなかったんじゃないかという指摘があって、第三者委員会の設置がなされ、決算発表が延期されてしまいました。まあ、これによって大きく値を下げる可能性が非常に高い状況です。次にデイトリスキャルピングの人気銘柄です。本日はソフトバンクについてお話しいたします。昨日報道でご存知かと思いますけれども、日本企業で2番目に大きい赤字、 1.7 兆円の赤字決算が発表されました。この 1.7 兆円というとピンとこないところがあるんですけれども、ウクライナの国家予算が6兆円ですので、ウクライナは国家予算の4分の1くらい、あるいは日本の国防予算もほぼ6兆円ですので、日本の国防予算の4分の1くらいが消えてしまった、まあ、そういった規模の、決算発表です。ただ前期はですね、ソフトバンクグループ日本企業で歴代最高の5兆円の黒字を計上しています。またこれ、日本企業で2番目という発表だと、じゃあ1番目はどこなのっていうのは気になるところですけれども、1位はみずほフィナンシャルグループが、2003年に計上した2兆3771億円の赤字というのが、これが、歴代最高の赤字の発表です。まあ、今回 の赤字の原因なんですけれども、コロナもありますし、あとロシアのウクライナ侵攻、まあ、これによって保有株式の評価損が、大きな原因です。ソフトバンクホールディングスに関して言うと、もう今や、投資会社ですね。ここら辺はソニーが家電メーカーからエンタメ企業になってしまったということ、あるいは富士フィルムももうフィルムなんか作ってなくて医療品メーカーに変わってしまったということ、いろいろ企業が、変わっている中で、ソフトバンクグループも変わっている状況です。こういった中でですね、昨日孫 CEO は、独占禁止法の問題で売れなくなった子会社 のイギリス半導体大手アームですね、こちらの、売ることはできなくなってしまったんですけれども、売り上げを上げていくというお話をしていました。で、本日1日の株価の動きですけれども、ソフトバンクグループ自体は以前も巨額の赤字を計上しているんですけれども、この時アク抜けでもってストップ高になってます。もう本日もですね、チャートを見るとお分かりのように、これ1分足のチャートですけれども、もう何の迷いもない右肩上がりのチャートで、12% を超える大幅高になりました。これはもう以前の、を知ってるトレーダーの勝ちだったなっていうふうに思われます。目先の大赤字っていうのは、これは株式の評価損ですので、市場が戻ればその分今度は黒字として計上されるものだという見方です。順張りはですね、チャートを見て分かる通り寄りから入ってもう大きく取れたんですけれども、逆張りは下げたポイントがほとんどないので入れなかったかと思います。順張りの方はですね、押したポイントがもうほとんどないので、ここくらいですかね。利確ポイントっていうのは、
上、まあ、ここもう横になっちゃってますから、ここはもうどこで取っても、大きな利益が得られたと思われるチャートです。次に決算の話です。月曜日は、このように、本日1270銘柄の決算ラッシュでしたけれども、週明けから落ち着いて、月曜は137銘柄の決算発表が見込まれております。まあ、このところ毎日申し上げておりますけれども、前回の発表では織り込まれていない環境要因、円安、材料の高騰、エネルギーの急騰、電子部材の供給逼迫、ロシア・ウクライナの紛争による供給難、サイバーアタック、こういったもので、悪い、影響を受けそうな銘柄をお持ちの方は、気をつけるようにしてください。キャノン電子は電子部材の不足と材料の高騰でもって大幅に株価下げましたし、キッコーマンも、材料の高騰と円安でもって 12% も株価下げるようなことが発生しております。月曜ですけれども137銘柄の発表があります。主だったところだけでも、トミタ、光通信、住友ベークライト、東映、大気社、日本系金属、キーコーヒー、若元製薬、朝日放送、レッドプラネットジャパン、シダックス、リクルート、GNI、レントラックス、朝日グループ、吉武、フルッタフルッタ、王将フードサービス、ハークスレイ、そして、サニックス、フェローテック、北日本宝石、電通、アミューズ、クラウドワークス、ネクシーズ、高砂工業、ジオマテック、第一亜製パン、三井 UFJ フィナンシャルグループ、保土ヶ谷科学、ジモティ、IT ブック、ワットマン、GC 企画、こういったところが主だったところがあります。この中でも、前場だけでも3銘柄の、決算発表があります。すべて11時ですけれども、富田、JK ホールディングス、ダイニック。5番に入ると、20銘柄の決算発表があります。日本システムウェア、光通信、リック、ダイオウズ、リックス、有機合成薬品、KFC、住友ベークライト、アイホールディングス、東映、大気社、森尾電機、日本系金属、キーコーヒー、第一工業、片岡コープアグリ、大成ラミック、サイボー、東京日産コンピュータシステム、新東塗料、この20銘柄の発表が場中にあります。この、137銘柄の中でもって高決算が、期待されるものがこの4銘柄です。全体としては7銘柄あったんですけれども、ダイニックは、5月10日に情報修正が発表されております。また吉武は本日情報修正が発表されてしまいました。また、高砂工業についても4月28日に情報修正が発表されております。まあ、こういったことなので、その3銘柄を除きますと、シダックス、レントラックス、王将フードサービス、アミューズ、この4銘柄が残ります。シダックスについては情報修正が期待できるのではないかと考えております。次にレントラックスに関しては、こちらも情報修正が期待できるのではないかと考えております。王将フードサービスについては上振れが期待できるのではないかと想像されます。次にアミューズについても情報修正が期待できるのではないかと思われます。こちらがですね、会社が発表している予測の経常利益、こちらがアナリストのコンセンサス予測です。まあ、ご覧になって分かる通り、シダックスは会社予測に対してコンセンサスの方が、数値が大きいですから、まあ、こういったことからも良い決算が発表される可能性が非常に高いと思われます。レントラックスに関しても、こちらコンセンサスは出てないんですけれども、
王将フードサービスに関しては、やはりコンセンサス、アナリストのコンセンサスとしては、会社予測よりももっといくのではないか、アミューズについてももっといくのではないかというふうに見られています。レントラックスについては、全体の不動株の金額自体が 7.4 億円と非常に小さいので、好材料の出方によっては指定化する可能性も高いと思われます。また、王将不動サービスについては信用概算が1万株くらいしかありませんし、アミューズについても信用概算が2万8600株しかありません。まあ、こういったことからも、急騰する土壌は整っているなと思われます。ただ、こういったことでアナリストのコンセンサスからも会社予測を上回る可能性が高い一方で、会社の予測を上回ってもコンセンサスに届かない場合は売られてしまうリスクがあります。以上、月曜に向けた投資情報についてお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。